皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは2018年賀状大賞ということで、今日はですね、今年の正月にいただいた年賀状の中からこれは面白いアイデアだ、これは素晴らしいというものを紹介したいと思います。ここ何年か毎年この1月にこの年賀状大賞というのをやってるんですけども、常連がですね実はいまして、大西リポート発行人だった大西勇さん、非常にですね毎年ユニークな年賀状をこういただいておったんですけれども、残念ながらですね、今年は、亡くなられたということでですね、もうこればっかりはしょうがないんですけども、年賀状は来ておりません。まあそんなことでですね、今日、紹介するのは 1,2,3,4,5,6 通を紹介させていただきます。まず、最初はですね、こちらですね。はい。犬と書いてあるね。明けましておめでとうございます。2018元旦と。まあこれシンプルなんですけども、これは私の、ミュージシャン仲間のですね、西尾健ちゃんというですね、川崎市にお住まいの方の、年賀状です。続きまして、こちらにしましょうか。こちらがですね、これ中小企業家同友会で、同じ地区にいる、ハービットというですね、看板屋さんの小田社長からの年賀状なんですけども、なんでこれ選んだかと言いますと、まあ、スタッフの顔が出てるっていうのと、それとですね、白黒なんですよ。これ、モノクロで、印刷してありまして、意外とですね、モノクロの、こう、印刷物っていうのは、この年賀状の中で非常に目立ったというので、これを選ばせていただきました。続きましては、こちらですね。こちら。はい。これちょっとすごいですね。亀とか言って書いてありますけどね。亀でいいのかな。まあ、こんなって書いてある。これ真ん中にね、書いてあるんですね。藤岡染工場っていう、まあ、染め物屋さんですよね。染め物屋さんで、これも非常にインパクトがあります。こう、英語とね、なんか漢字がこう、入り混じってということでですね。はい、こんなもんです。そして次がですね、森デザインワークスというですね、こちらですね。こちらなんか、もうニュースレターっぽい感じですよね。年賀状というよりも。まあ、これも意外と珍しいタイプといえば珍しいタイプなので、これも紹介させていただきました。で、最後が、こちらです。これすごいっすよ。目立ちますよ。これ多分全部スタッフの方だと思うんですけども、昨年はご来店いただきありがとうございます2018っていうね、関原さんっていう新潟県上越市の京美容室のですねオーナーさんですね、その方からいただいたんですけど、みんな仮装してるんですよね。はいはいはい。まあこんな感じでこれ非常に楽しいなと思って紹介させていただきました。そんなことでですね、6枚から 1,2,3,4,5 枚ほど紹介させていただいて、あとがこちらですね。もしかして皆さんの、ところにも来たかもしれません。はい。これ実はソフトバンクから来てるので、企業からね、来て、特別僕はそんなに面識はあるわけじゃないんですけども、スマホをですね、ソフトバンクの使ってるということで、まあ、犬年ということでですね、これ来たんでしょうね。はい。まあ、こんな感じで、今年の年賀状大賞はですね、どちらを選ぼうかなんていろいろ考えたんですけども、僕はこちらにしようかなと。これ関原さんですね。こちら非常に、こう、全員のスタッフが乗っかってて仮装してるというですね、目立って楽しそうだということで選ばせていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。